まあ、これは2つあると思うんですよ。要はその、はい、なんていうか問題解き始めるのに思いつく、思いつかなかったらというのと、はい、解くこと自体に時間がかかりすぎちゃったらっていう。ああ、そうですね。さすがに30分悩めってことじゃないと思うんで、これ多分解き終わるまでに30分って話だとは思うんですけど。武田塾チャンネル。新キャラ登場ということでですね、はい、はい、ぜひね、これからまたね動画出てくるんで、皆さんね、関係していただければと思うんですけれども、では自己紹介お願いします。はい、はい、皆さんはじめまして、武田塾お茶の水本校で校舎長をやっております天海智隆と言います。雨に書いて天海先生ですね、はい、まあ、皆さん一発で覚えちゃうんじゃないかと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、天海先生、はい、今回の質問ですか。今回の質問はですね、数学の勉強について質問です、問題集を進めていく上で解法を思いつくまでに制限時間を設けた方がいいのでしょうかと、予備校の先生から、数学の、大問は1問30分以上かかる場合は答えを見た方がいいと言われましたと。なるほど、まあ、これは2つあると思うんですよ。要は、はい、なんていうか問題解き始めるのに思いつく、思いつかなかったらというのと、はい、解くこと自体に時間がかかりすぎちゃったらっていう。ああ、そうですね。さすがに30分悩めってことじゃないと思うんで、そうですね、解き終わるまでに30分って話だとは思うんですけど、これは天海先生、ちなみに数学やってました？僕はセンターまではやってましたね。センターの30分かけたら大変なことになります。そうですね。はい、でなんか問題集とか解くときにですね、はい、例えば全く分からなかったらどうしました？僕は割ともう5分ぐらい考えて、でこう解き方がちょっとでも思いつかなかったら、すぐに答え見ちゃってましたね。それでいいと思います。武田塾、まあ、前にこれ高田先生も同じ話して一緒に話したことがあるんですけど、はい、5分考えて分からないものは、正直仮にその後思いついて解けたとしても、まあ、入試の時間内に解き終わらない可能性が高い。そうですね、使えない知識になってしまう可能性が高いから、はい、もう5分分かんなかったら答え見ちゃった方がいいと。で解く時間についてなんだけど、はい、30分っていうのは多分国立とかの問題のレベルだったら30分で解けなかったらアウトっていうのはまあその通りだと思います。そうですね、問題のレベルによるってところはありますよね、はい、基礎的なもの、計算問題だったらそれこそ5分以内に解けなかったらアウトだろうし、はい、センターとかの大問だったらまあ15分目安、できれば12、3分で解きたいかなってところだと思うんですけど、そうですね、やっぱりこれでセンターので30分とかかかるっていうのは、どっかしらこう自分のできないところっていうか、計算が苦手だったりとか穴があるっていうところだと思うので、それはまあそっちの方の強化をしていかなきゃならないのかなっていうふうに思いますね。そう、はい、でまあ簡単に何分くらいじゃかけていいのかっていう目安としては、まあ問題集だったらね、その制限時間書いてる場合もあると思うんですけど、はい、まあ、分かりやすいのは大問でその入試の時間で終わるって感じですよね。例えば120分で大問4つだったら4で割ったら30分じゃないですか、はい、そうですね、じゃあ30分以上かけたらオーバーしてるって話になる。まあただ満点取るわけじゃないから実際この通りになるわけじゃなかったりするんだけど、ね、はい、一つの目安として、まあそれで一旦まずは1問でそこまで以上は書けないようにしようっていうふうに考えておくと、そうですね、いいんじゃないかな。もう最初に自分の方針、こう時間どれぐらいかけるかっていうのは決めておいた方がいいですよね、はい、ただそもそも5分、ね、最初の5分で全く思いつかなかったらもうそこは答え見ちゃっていいかな。そうですね、はい、感じですかね。はい、はい、ということで参考にしてください。はい、今回の質問は以上です。はい、はい、大学別対策動画、カリキュラムの配布やっちゃいます。イベントの特設ページこちらから、7月中、こちらでですね、早慶、G マーチ、カンカン同率のカリキュラム、そして8月中にですね、国公立、こちら武田塾の対策動画の中に、扱っている大学になりますが、それぞれ武田塾の全国の校舎で配布しております。最寄りの校舎でですね、ぜひ希望の大学のカリキュラムを、受け取ってください。イベントの申し込みよろしくお願いします。